津島市立図書館は愛知県津島市の公共図書館である。名称変更13回、所在地変更12回を数える。1895年に外線記念書籍館として創設された図書館を期限とし、1897年の津島高等小学校図書館時代に公共図書館として認可された。津島高等小学校図書館は愛知県で初めて認可された。 公共図書館であり、全国で31番目に認可された公共図書館である。本館のほかに、カモリ文室と、神島田文室がある。この図書館は、明治28年、我が国の深国に勝ちし記念に創立されたるに、日清戦争記念の図書館としては、日本に、この図書館があるばかり。小刺しといえども誇るに足るなり、儒教、哲学、教育、文学、 平時、美術、おとぎ話のところに至るまで4500冊、3000として、好奇あり、思いの外なる立派さに気鬱感々の涙を禁ずるに、ノウはず。特集、図書館めぐり読売新聞、1913年7月1日、1889年10月1日には、愛知県が市政と町村政を実施しており、終わり地方西部に位置する海部では、 同日に、津島村と蟹江村の二次地帯が調整を施行した。津島神社の門前町である津島町は、海東西軍の中心地であり、片岡春吉が、純毛織物の生産を開始した、明治31年以後には、繊維産業で栄えた。1895年12月22日、回答会、西郷売教育会は、日清戦争の勝利を記念して、 会頭群39が町村学校組合立津島高等小学校内に会頭会西郡教育会附属外線記念書籍館を創設した。教育会が軍人の指定に支給する学費のために会員から募った寄付金の余剰金を会館資金に充てているが運営資金には苦労している。明治30年代には日本各地に教育会付属図書館が設置されたが、 外戦記念書籍館は、その最初期の図書館であり、また日清戦争の戦勝記念として建設された、日本唯一の図書館だった。記念書籍館には787点の蔵書があったが、97.2%に当たる765点は寄贈書であり、新規に購入した図書は22点に過ぎなかった。本棚は3個しかなく、1895年度の 閲覧者はわずか12人だった。回答会、西郷売教育会は当初から資金力を不安視しており、効率移管が望ましいという見解を持っていた。翌1896年に海東財軍が東財に分割されると、回答軍教育会に蔵書721点、海西郷売教育会に蔵書100点が分割された。外線記念書籍館の建物は、 海東軍教育会の付属となり、海東軍教育会付属外線記念書籍館に改称したが、分割騒動、増書の縮小、水害などによって1896年度は図書館としてほとんど機能していなかったとされる。海東軍教育会が運営費用を捻出できなかったために、1897年9月には海東軍39が町村学校組合に移管され、 学校組合率の対島高等小学校図書館となった。学校組合は図書館規則や予算を定め、これによって文部省から公共図書館として認可された。明治政府が全国の自治体に図書館の設置を促す図書館令を出す前のことであり、愛知県発の公共図書館、全国初の町村組合立図書館、全国31番目の公共図書館である。 当時の利用者数は1日あたり1人程度だった。1900年、学校組合は、図書館を回答図書館に解消し、個人の蔵書を設置してもらう、委託図書制度、考え貸し出しに際する、保証金の撤廃、図書館費の大幅増加などの施策を打った。1901年4月には、回答軍図書館に解消し、回答軍図書館の初代館長には、 衆議院議員や愛知県議会議員を務めた加藤清衛門が就任した。1902年には多数の愛知県議が関与した収賄事件に巻き込まれて加藤が辞職し、後に津島町長を務める大橋部座門が館長に就任した。1909年から1913年の図書館の1 9 0 4年には蟹江町と地目地村が 独自の高等小学校を設置したため、39が町村学校組合は1903年度末で解散。1904年4月には回答軍立図書館に改称した。1906年には愛知県知事の主導で、いわゆる明治後期の大合併が実施され、回答軍は41町村から12町村まで統合が進んだ。この段階で、 地方公共団体としての町であったのは津島町と蟹町だけであり、後の10自治体は村であった。1907年4月15日には、海東軍立戦勝記念図書館に改唱。1909年には、各自治体が町村立小学校に高等課を設置したため、津島町外4課村学校組合が解散して、津島高等小学校が廃校となった。 図書館は同一敷地内の女子高等、小学校校舎に移転し、この女子高等小学校は1909年4月から、藤里神城高等小学校今史上仮教場となっている。藤里神城高等小学校今史上仮教場は、微細鉄道津島駅の南西、津島街道と高前寺に挟まれた場所にあった。1910年4月には、巡回分校開始。 図書館外に設けた廃本書に毎月数十冊の図書を置くものであり、当時としては珍しい試みだった。1911年の蔵書数は4600店長、利用者数は15628人であり、愛知県下旧図書館の中でも圧倒的に利用者数が多かった。1913年に海東軍と海西氷が合併して海風軍となると、 西柳原町の海部軍役所に移転して、海部軍立図書館に改称。海部軍立図書館は、海部軍内の18町村すべてに巡回文庫を設置するという先駆的な試みを行った。1923年から1926年の名称は、海部軍教育会附属図書館である。1926年に、軍役所が廃止されると、 海部軍立図書館は一時的に廃館となり、蔵書の30%に相当する約2500冊が失われた。1927年に開館したばかりの津島町立図書館廃館後には、旧天軍立図書館の蔵書が八階村に引き継がれたものの、津島町はその蔵書を買い取った。1927年6月には、 旧天軍図書館の建物に6252冊の蔵書が運び込まれ、7月には津島町長の足立谷志郎が町長と兼任で官長に就任、愛知県から図書館設置の了承を得た。図書館規定や規則を制定し、10月15日に津島町立図書館の開館式典が取り行われた。延べ床面積は閲覧室81平方メートル、 書庫三35平方メートル、事務室40平方メートルで、計156平方メートルだった。愛知県図書館協会は1928年に、刊行した愛知県下公私立図書館記念写真帳は、津島市立図書館の開館年を1895年や1897年では、なく1927年であるとしている。1930年に、 足立が官長を退任すると、津島町助役の木村福一が、助役と兼任で官長に就任。図書館長は、津島町長や、それに準ずる地位の人物が兼任する名誉職としての地位が続いた。1931年3月20日には、図書館に隣接していた、海部郡農業館に移転した。これは、暫定的な移転であり、百三十二年三月九日には、 農業館から元の建物に戻っている。南門前町時代の図書館の位置津島町、公会堂時代天皇川公園の堤防北側、南門前町には津島町公会堂があった。1935年には津島町公会堂1階にあった商品館を廃止して411円43銭の移転費で旧天マ図書館の建物から移転した。 公会堂全体の建築面積は109坪であり、図書館の館内面積は移転前の2倍以上となっている。津島町立図書館時代には、元津島町長の小島乙三郎や、元市江村長の工場定義が食卓として、図書館整備に努めている。小島は図書館内に津島町支編纂所を移設し、町支編纂の過程で収集した郷土資料を築地図書館に移管した。 小島は、岡崎市立図書館や三重県の亀山町立図書館を視察し、また、図書分類目録の原版を作成している。昭和初期の図書館利用者は1日平均約10人だった。小学校休校舎時代2年後の1937年4月には、津島町公会堂の売却が決定されたため、5月17日から、近隣の津島第二尋常小学校の 休校社内への移転を開始し、5月27日に再開館した。1938年には、図書館内で、編纂作業が行われていた、津島町子が刊行され、印刷開始から1ヶ月で売り切れるほどの反響があった。9月には、精力的に活動していた小島が退任し、長子編纂に携わっていた工場が食卓に就任。工場は、座談会。 講演会、資料展覧会などを開催し、また、小学校などへの巡回文庫を16年ぶりに復活させて利用者の増加に努めた。木造館、時代1939年には、津島神城第二小学校の敷地内に図書館専用建物が建設され、10月10日に休校舎内から移転した。この建物は49坪であり、初庫。 男女別の閲覧室、応接室、事務室、調理室などがあった。1940年には、工場が大垣市立図書館を視察、同年には、考え貸し出しに対する保証金を緩和して、考え貸し出しを奨励したとされる。1941年には、津島町出身の詩人米野口を検証し、野口の著作物や関連図書を収集した。 野口文庫を設置した。1942年3月末日には、津島町図書館図書分類目録を完成させた。10月20日に、愛知県図書館協会が、巡回用貸し出し文庫の制度を施行すると、津島町立図書館はすぐさまこの制度を活用している。太平洋戦争時には、閉館を余儀なくされる公共図書館もあったが、津島町は戦火に見舞われることもなく、 閲覧者は減少したものの活動が続けられた。戦時中には特攻警察による検閲や没収も経験している。1944年8月以降には出生者が増加し、児童、学生の勤労奉仕が活発となったため、男性利用者数が激減し、図書館の歴史上初めて女性利用者が男性を上回った。 1945年3月20日には南門前町から天皇通り5丁目の職業安定所跡地に移転した。1947年3月1日には津島町が市政施行して津島市となり津島市立図書館に改称した。同年11月16日には南門前町の旧館に再移転している。1948年には市政施行を記念して 津島市図書館図書目録を観光したが、戦後しばらくは利用者数が極めて少なかった。1949年頃には、図書館内には、CIE 図書室が設置されている。クリップ図書館の玄関前から天皇川公園の中の島に移設された、米野口総1951年4月1日には、津島市立図書館から、津島市立津島図書館に改称。 1950年10月27日には、図書館の前提に、米野口の銅像が設置されたが、図書館利用者の少なさが原因で市民の目に触れなかったことから、2年後の1952年8月には、天皇川公園の中の島に移設された。1957年には、津島町出身の生科学者である、杉浦金松から1万円の寄付を受けて、 杉浦金松文庫を設置、以後も杉浦から寄付を受けるたびに文庫を拡大させた。1958年には本格的に考え貸し出しサービスを開始し、この年からは考え貸し出し者数を独立した統計としている。1959年9月に東海地方を襲った伊勢湾台風では浸水被害こそなかったものの屋根の破損、天井の崩落、 土壁の剥落などの被害が生じた。屋根の損傷による雨漏りが原因で、約1万7千冊の蔵書のうち、約300冊が水に濡れて、損害を受け、さらに貸し出し中の300冊も水濡れ被害を受けるか、流出した。津島市内の他の公共施設と比べて復旧が遅れ、1960年2月11日まで、長期休館を余儀なくされた。 1961年6月24日から27日には、梅雨前線豪雨が、愛知県西部を襲い、日光川、両内川、目、吹川など、近隣の河川がのきみ氾濫、微細し、祖父江町、津島市などは広範囲にわたって冠水した。図書館の玄関前の水位も、約60センチメートルに達したが、図書館の建物入り口にはこれを上回る高さの階段があったため、 床上浸水は免れている。7月2日には水が引いたものの、あと片付けなどのために7月13日まで休館した。1962年2月には津島町出身でアメリカ・ロサンゼルス在住の武藤武雄から要所184冊の寄贈を受け、武藤文庫を設置した。1964年4月1日には津島市立津島図書館から、 津島市市立図書館に改称9月には図書館専用の電話回線が開設された。同年には津島市青少年問題協議会が悪書13トンを回収して腰再生業者に売却し、図書館はその売上金で購入された300冊の寄贈を受けた。RC 作り館時代1967年に市政20周年を迎えた津島市は、 記念事業の一環として同一敷地内に図書館を新築した。1966年12月1日には木造会が閉館。1967年3月31日に鉄筋コンクリート造りの新図書館が竣工し、4月9日に開館した。鉄筋コンクリート造り平屋建て、延べ床面積364平方メートルであり、 総工費は1040万円。この新館は、一般室、自動室、新聞雑誌コーナーなどからなり、ニューワーク方式による利用者登録制度を導入した。津島ライオンズクラブからの寄付金75万円を元に図書を購入して、新館には津島ライオンズクラブ文庫が設置された。1968年10月から1969年4月まで長期休館し、 361平方メートルの2階部分を増築。閲覧室、読書室、集会室、展示室、書庫などが設けられた。これによって、延べ床面積は725平方メートルとなり、後の閉下書庫増築によって771平方メートルとなっている。延べ床面積は約2倍に増加し、増書数は終わり地方屈指の多さとなったものの、 長期休館の影響をもあって利用者は低迷。小中高校生以外の一般利用者がほとんどいないと関係者が嘆く状況だった。1968年に行われた閲覧情報調査によると学生が58%、児童が25%、一般が17%であり、利用者数が最も多かったのは児童、生徒の夏休みと重なる7月8月だった。 同時期の海府地方には13市町村があったが、市政を施行しているのは津島市だけだった。津島市を含めた海府郡内の図書館は、津島市立図書館、鞘野町立、杉野図書館、蟹江町立図書館の三館だけであり、図書館のない沙織町、立田村、八海村から津島市立図書館にやってくる利用者もいた。津島市立図書館は、津島市生丹部にあるため、 津島市東部のカモリ地区や、上島田地区からのアクセスは悪く、移動図書館の巡回を望む声が高まった。1970年7月には、津島市立カモリ中学校の PTA が、自主的に中学校内の津島市青年研修所に PTA 図書文庫を開設。1971年9月には、津島市市立図書館が、この PTA 文庫を発展させて、 カモリ定期図書室とした。カモリ地区は住宅造成が盛んな新興住宅地であるが、公共交通機関で津島市中心部まで移動すると約1時間もかかる地区である。1972年には津島市立図書館から約3キロメートル離れた上島田地区の上島田連絡所内に市内2番目の分室として上島田分室が設置された。分室の設置や、 移動図書館の巡回などの施策を進めた結果、1974年度の貸出冊数は前年を35%も上回っている。1974年には本館に冷房設備とコピー機が導入され、児童の貸出冊数が1冊から2冊に拡大された。1976年度の増書数は約47,700冊であり、利用者数は 約4万4000人だった。1977年9月には団体橋出しを開始し、学童保育所、保育園、東海農政局などがこのサービスを利用している。1978年には、カモリ定期図書室が新築されたカモリ公民館に移転し、カモリ図書室の利用者数は大きく増加した。1979年には、本館で小学生向けに、 つ日図書館員体験を実施、これは当時としては全国的に珍しい試みだった。1980年には増書数が人口と同程度まで増えたため2冊だった貸出制限を考察に緩和した。1981年には身体障害者や来館困難者などを対象として郵送貸出サービスを開始し、 小学生以上だった貸し出し制限を撤廃して例、歳から貸し出しを可能とした。1982年7月には床面の張り替え、展示ブロックやスロープなどの導入を行い、土足入管が可能となってバリアフリー化が図られた。1983年には創立88周年を記念して10月28日から11月3日まで米寿祭を開催した。 移転に向けた動き津島市街地における図書館の位置の変遷米受災後には移転に向けた動きが活発化し特に天皇通り6丁目にある市役所跡地が候補に挙げられた津島駅周辺に文化的な図書館の建設を願う請願署名運動が行われ人口約6万人の津島市で15,063府での署名が市議会に送られると 市議会は全会一致で可決している。市民団体、津島市立図書館を良くする会は新図書館建設のための基金づくりを目的として図書館祭りやフルホンバザーを開催した。毎年開催された図書館祭りは大きな盛り上がりを見せ、愛知県愛にも紹介されている。1986年には、上島田公民館が新築され、 上島田連絡所にあった上島田文室を公民館内に移転させたが、移転後も上島田文室の利用は低迷した。1989年10月1日には、津島市立中央図書館建設準備委員会の設置を決定し、1990年1月19日に初会合が開催された。この時点の津島市立図書館は、 愛知県内29市の市立図書館としては最も、延べ床面積が狭く、一宮市の一宮市立都島図書館に次いで建設時期が古かった。他館で充実化が進んでいた市長閣資料はほとんどなく、駐車場は20台分しかなかった。新図書館は1995年度着工の予定だったが、1994年度の津島市は、 津島市文化会館の新築や津島市民病院の財政再建など大型出費が重なり、図書館の新館建設は一時延期された。1995年には隣接するさや町にさや町立図書館新館が開館し、津島市市立図書館の利用者数は1995年度と1996年度の2年連続で減少した。1995年には、 創立100周年を迎え、津島市立図書館100年の歩みを観光したほか、シンボルマークの制定、資料の展示会、女優の中野良子による講演会など様々な催しを開催した。この100年間には実に8回もの名称変更と6回もの移転を経験している。1996年3月、新館の建設地が、 現在地から約500メートル南の大井松町にある津島市営プール跡地となることが決定した。1998年9月25日には非公式が行われ2000年2月18日に竣工。休館は4月から段階的に業務を縮小して一点作業を行い、1947年から同地にあった図書館は9月1日に閉館した。現在のこの建物は 資料館、技、語り、伝承の館として使用されている。津島市立図書館2000年11月3日には、新館の開館記念式典が行われ、11月11日には、通常業務が開始された。新館開館に伴って、名称は、津島市立図書館から津島市立図書館に改称されている。開館時の蔵書は、図書16万2000冊。 ビデオ1200本、CD2100 本、展示図書700冊など、計18万4000点。延べ床面積は5900平方メートルであり、旧図書館の約7倍、愛知県下第4位となった。新館建設の総事業費は23億1000万円。2001年には7.8月の開館時間を午後7時まで延長した。 2002年4月には、カモリ定期図書室を、カモリ図書室と改め、開館日を週3日から週5日に拡大した。2003年には退職した、山田勝光津島市長から1000万円の寄付を受け、貴重書や全集などを購入して、山田勝美文庫を設置した。1階の一般図書室2004年度には、津島市議会や津島市図書館協議会で、指定管理者制度の導入が検討され、 2006年には導入を正式決定4団体の応募の中から NPO 法人町づくり津島が指定管理者に選定された図書館の指定管理委託は愛知県で3例目 NPO 法人に管理運営を委託する公立図書館は全国で9例目であり愛知県内では初の事例である愛知県立大学図書館事務長などを務めた飯谷定治が 館長に就任。2008年8月には定期休館日を廃止し、本館と分室の開館日を大幅に増やした。週の定期休館日がない図書館は、江南市立図書館、瀬戸市立図書館、新城図書館、大部文化交流の森図書館に次いで、愛知県内での関名である。直営時代の年間運営費は約1億2800万円だったが、 管理運営委託後には約1億円となった。2009年3月にはカラーコピー機を設置し、4月には貸し出し点数を最大5点から最大10点に、予約点数を最大2点から最大5点に引き上げた。図書館は名鉄津島駅から徒歩25分ほどかかるため、2011年8月には津島駅に返却ポストが設置された。西大和地方では、 湖南市立図書館も同様の取り組みを行っているという。出展、津島市立図書館の変遷館外の遊歩道から見た館内基礎情報建物2階のライブラリーテラス2000年完成の原稿館の設計は安井建築設計事務所。安井建築設計事務所は、春日ガ市の文化フォーラム春日ガの設計なども担当している。鉄骨一部鉄筋コンクリート造り地上2階。 地下1階建て。住宅地の中心にあるため、景観に配慮して、低層の2階建てとなった。2階のライブラリーテラスには、木製の床面に6宅のテーブルが置かれており、屋外で読書を楽しむことができる。調べ物室、畳敷きの分の車、お話の部屋などがあり、多様な閲覧環境が用意されている。収蔵能力は33万3000冊。 近くの天皇川公園では、毎年夏季に尾張津島天皇祭が開催され、365個のちょをつけた牧原船が池に浮かぶ。津島市図書館の外観はこの牧原船を模したといい、建物外壁にはちょになぞらいた照明が備え付けられている。建物に隣接する緑道は、津島市が国有地を借り受けた場所であり、 津島市と安井建築設計事務所が共同でデザインを行った。緑道に最も近い場所にあるデッキは閲覧スペースの一部として計画されていたが管理上の理由から使用されていない。1階の天井口は3メートル50センチメートル。初夏の上部には羽のようなアルミ板が設置されており、蛍光灯でしたからアルミ板に光を当てた上でその反射光で初夏を照らしている。 この照明方式によって初夏の間に利用者が立っても初夏に影が映りにくくなっている。照明デザイナーの近田玲子と山際の共同開発で生まれたむつ市立図書館の照明をモデルとして安井建築設計事務所と山際が共同でこの照明方式を開発した。初夏の間隔は157.5センチメートルを基本とし、 利用者の多い小説などのコーナーは210センチメートルとなっている。間接照明による温かみのある空間づくりなどが評価され、2001年には照明学会東海支部の支部長奨励賞を受賞した。2000年には愛知県による第6回順に優しい街づくり賞を受賞している。本館と分室の位置関係カモリ分室2016年3月31日までは、 津島市か森町町技森本51のか森公民館内にあった。4月1日にはか森公民館がコミュニティセンターに機能を変更したため、か森分室は津島市障害学習センター2階へ移転。2020年11月21日からは同センター1階へ移転している。上島田分室1973年12月4日には広報社を改造して、 移動図書館の試験運行を開始し、試験的に6地区を巡回した。この中古のマイクロバスは故障が続いたため、3年後の1976年には220万円の予算で移動図書館車ひばり号を新規購入し、巡回地区を13地区に増やした。ひばり号は日産、ホーマーを改造したものであり、外貸式で700冊を積み込むことができる。 1993年7月には2代目の移動図書館社として、白鷺号を導入した。白鷺号は、トヨタコースターを改造したものであり、内貸式で1200冊を積み込むことができる。津島市内に団地や高層マンションが建設されたこともあり、巡回する地区を一新し、津島市民病院や老人ホームなども巡回していた。利用率の低迷により、 2002年7月には巡回拠点を減らした。1973年の運行開始から34年後の2007年3月には移動図書館サービスが廃止された。郷土資料コーナー2007年に NPO 法人町づくり津島が指定管理者となってからは特に郷土資料の収集に力を注いでいる。明治期以降の津島を映した歴史写真集、開封。 津島地方の地方新聞記事修正、地場産業である毛織物業を構成に伝えるための DVD などを刊行しており、これらの取り組みは公立図書館としては珍しいとされる。津島の歴史を調査している住民は多く、レファレンスサービス件数が最も多いのは郷土関連である。この他に2010年には回復地域の学芸員が連携して、 開仏島人名事典を刊行している。2012年度と2013年度には、郷土資料の収集、編集発行を精力的に行い、歴史写真集津島第一集第三集を発行した。市民の関心が高く親しみやすい、視聴各資料を用い、市民と連携して発行しているのが特徴である。映像資料は、YouTube の図書館公式ページから視聴可能であり、 写真資料は図書館公式サイトで閲覧可能である。これらの活動が評価され、2014年には文部科学省の図書館実践事例集に掲載された。2015年時点では図書館職員が4冊の郷土史関連図書の執筆に携わっている。津島市立図書館は民間委託されたことで独自性が強まったとされる。 創立120周年を迎えた2015年には、記念事業として、図書館市、津島市立図書館編年資料修正1895から2015を刊行した。1階の郷土の偉人コーナー黒色は、海部軍立図書館時代赤色は、津島町立図書館時代黄色は、南門前町木造館時代青色は、南門前町 RC 作り館時代緑色は、 おい松町時代出展、津島市立図書館返年資料修正、1895から2015上札、警察、ありがとうございます。